皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。日本シリーズ第1戦、オリックス対阪神、阪神さん快勝でした。オリックスさん完敗でした。まあ残念な結果にはなりました。オリックスファンからすればね、いやーまあね、今日はもう打たれたし打てなかったしという感じのそんなゲームでした。立ち上がり序盤はね、さあどっちにこう流れが行くんだろうかというような展開だったんだけども、まあ、5回以降もう完全にこうね流れがタイガースサイドに傾いていきましたね。いやまず村上投手をオリックスがまあほぼ打てなかったですね。まあすごいピッチングだったんだと思いますけども、まあ捉えていたのは森選手ぐらいかなっていう感じでしたもんね。いやー初戦こういう負け方するんだね。で、まあ、タイガースが5回に一挙4点取るんだけども、あの回は先頭バッターの佐藤輝明選手が、まあ、詰まりながらもセンター前に運んでランナー出る、またノイズイという場面でここで佐藤選手ファーストランナースタート切るんだよ、盗塁。ここに僕は岡田監督の凄みを感じました。ランナー佐藤輝明選手でバッターノイズイという場面で、まあそこ空振りだったんだね、バッターが。だからエンドランなのか盗塁アシストのための、まあ、空振りなのか別として、あそこでランナー動かしてくるというこの作戦ですよ。でその前にこうランナー中野選手が出て、三振ゲッツーというのがあった。盗塁1つ失敗しています。若月捕手に刺されています中野選手が。でそういうところを踏まえてもまたそこでスタートを切ってくる。しかも今度はランナー佐藤君です、ね、でバッターノイジーという場面で、まあ、普通に考えれば何かこう作戦が、まあ、あるのかな、ないのかなというと、まあ、あまり動いてくる場面じゃないじゃない、僕ら凡人が考えるところは。そこを岡田監督が動かしてきて、それが盗塁が成功になって、でそのランナーノーアウト二塁という場面でノイズイがここでも明らかな右打ちを、もう最低でもこうランナーを進めようという、外国人バッターがここまで意識を徹底して右打ち、これがライトフライになってランナーが三塁に進塁します。でランナー三塁に行ったことによって外野はね前にはまあ出てきませんわね、まあ、そこで渡辺亮選手がセンター前にポトリと落ちるポテンヒットで1点タイガースが先制。もうここでこう流れが完全にもうタイガースに傾いていった。でそこからの一挙4点ですからね。ねえ、あそこで、まあ、吉田君がもうちょっとこう粘ってくれていたらというところではあるんだけども、タイガース強いねやっぱりねというふうに思いました。まあ、僕は今日のポイントは5回の先頭佐藤君が出て、その後の盗塁ね、でノイジーがきっちりと右方向でランナーを進塁させたというところかな。あそこでなんかこうタイガースの、まあ、徹底したその野球と、岡田采配を僕は見たような気がするね。まあしかし、そこからはね次の回にもまあ続投した吉野君だったんだけども、タイガースが追加点を挙げるという展開になって、まあそこでまあ正直もう勝負あったかなという感じのゲームではありましたもんね。いやーこの初戦、まあエースが打たれて相手エースに抑え込まれてという試合になってしまって、まあ本当にこう完敗という形になったんだけども、さあそこはもう明日に切り替えていくしかないね。さあどうかな、明日タイガースの野球を、今日はまあ、タイガースが強いというなんかこうところを、証明してもらった、そんな、ゲームに僕は思えました。で出てくるピッチャー、後にこの終盤つないでピッチャーもしっかり抑えるわけですよね、タイガースは。でオリックスさんもリリーバー出てくるんだけども、そこで、まあ、失点もするという展開で、まあ、終わってみれば一方的な展開になってしまったということになりました。まあ、今日はいいところが出ませんでした、オリックスさん。でそういうゲームってやっぱあると思うのね。でそれがまあ今日出てしまったんだけど、とにかくそれを切り替えて、明日しっかりこう流れを変えて、なんとかタイに持ち込んで甲子園に行きたいよね。でまあ、去年も考えてみれば初戦、神宮で落として2戦目は完全な勝ちゲームを追いつかれて、なんとかこうドローに持ち込んで、で初戦、2戦目終わって、1敗1分けホームに戻って初戦負けて、ね、2敗1分けからの連勝が始まったというね、まあ、苦しい
シリーズ、去年もそうでした。で今年もこの第一戦初戦を落として、まあ、苦しいスタートにはなりましたが、なんとか、明日以降、巻き返して いけるような、まあ、そんな、野球を見せてほしいなと思いますね。本当オリックスの戦いっていうのは去年も今年もそうなんだけども、苦しいゲームがありながらもそこでなんとかこう勝ちを拾ってきた、チームです。首の皮一枚というところから粘りを見せることのできるチームですというところをね信じて、明日宮城君だと思いますが、頑張ってもらいましょう、ね、前回も CS のファイナルでは素晴らしいピッチングの宮城大也、ここにかけたいと思います。でやっぱり打線だね、今日1番に池田君を入れておーという感じはあったんだけども、まあ、そこも今日は機能せずに、まあ、結局、まあ、終わってみれば、まあ、1番2番というところの上位打線で見るところ見ればやっぱりタイガースの 1,2 番は手強かったということになりますね。まあ、逆にオリックスはその1番2番が今日は機能しませんでした。で明日さあどんなオーダーで来るのかというところもまた注目ではあるんですけどね。まあしかし初戦終わったばかりです。まだ残ってます。明日なんとか流れを変えてもらいましょう。ただ言えることは阪神強いです。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。残念ですがもう切り替えていきましょうね。皆さん切り替えましょう。はい、関西ダービーの第1ラウンドはタイガースが快勝でした。